諦めよう、自信は予知できない、その2でありますが、ですね、今度は地盤のことを少しお聞きして議論をいたしました。ロバート・ゲラー先生との対談のものを使いまして、今解説をしているんですけども、ゲラー先生は大体はですね、地球の深いところの状態を、地震波を使って調べるという、そういう基礎的な物理のご専門でありまして、もともとニューヨーク市をお生まれになった後ですね、大学はカルテックっていうんですけど、カリフォルニア工科大学、非常 にアメリカでは、一流大学の一つですね。そこに日本から行った教授がおられまして、その教授の下でたまたま地盤といいますか、地球の中の研究をされたと。それで先生の言う話ではですね、ニューヨークで青春時代を、少年時代を過ごして、大学をカリフォルニアに過ごして、しばらく過ごしたんで、ちょうどその時東大がですね、公務員、教員が公務員なのに、外国人もいいですよと、いうことになったので、その任期がついていない教員の第1号としてですね、日本では第2番目になるそうなんですけども、東京に来られた。人生、ニューヨークもサンフランシスコも東京もみんないいとこでしたねっていうふうにおっしゃってましたけども、地盤、地殻というのは地球の中っていうのはもうとにかく真っ赤なマントルがぐるぐる回ってるわけですね。その上にものすごく薄皮があると、その薄皮の上に人間とか動物とか太陽とかあるということで、地球は大きいですね。中が本当にこの薄い皮の上によくこう乗ってると、このくらい薄い皮ですからね。だからマントルの動きでやっぱりずれるわけですね。で、日本付近といいますと、一番、この図ですと左ですけども、そこで、岩盤が沈み込んでマントルの中に消えていくわけですね。これはこのまま地球の真ん中まで行くそうですよ、ずっと。それで地球の真ん中まで行ったやつが今度ぐるっと今度は上昇し始めて、ハワイ島と書いてあるところのホットスポットですね、ここから吹き出すと、言うんですからね、ずいぶん豪快な話ではあります。これが、地震の一番の元になる。つまり、マントルがこれだけ動いてますと、その上の薄皮はですね、やっぱり、ずれるということですね。人間の力では到底その地球を動かすとか地盤を動かすということはできないわけですが、地球全体から見ればいとも簡単に動くと、いうことがよく直感的にわかると思います。次の図はですね、日本列島の近くでも、これは何プレートというのはもう言われ続けて、我々ももう耳たこなんですけども、北海道から東北までが北米プレートですね。それから海の方が太平洋プレート、それからフィリピンの方から押してきているのがフィリピン海プレート、それから大陸からはユーラシアプレートと、日本はですね、ユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート、プレートが4つぶつかっているというですね、もうどうにもなんないようなところに、日本列島があるわけですね。だけど我々が好きでここ住んでるんですから、仕方ないわけですね。それから沈み込む太平洋プレートが水色で書いてありますが、それが斜めに沈み込んでいるところから溶岩が出てますね。これが火山になるわけですが、先生がこういうふうに解説してくれました。溶岩が沈み込みますと熱くなると、熱くなると水、溶岩、岩盤に含まれている水がですね、蒸発する。蒸発すると猛烈な圧力になります。つまり水はですね、大体 18cc、 1号の10分の1ですね、そのぐらいで、の水がですね、蒸発しますと 22.4リットル、20リットルにもなるもんですから、ものすごく膨張するわけですね。つまり気化するというか、水が水蒸気になると、そのくらい体積が大きくなるんで、そこで圧力が爆発的に増えてマグマが地上に噴き出す。これが火山と、いうことになるわけですね。これも大変な、力になるわけです。で、この地形を見ますとね、我々素人は複雑だと思いますね。
地表があって上部マントルがあって下にマントルがあって、マントルは滞留しておりますが、上部マントルもゆっくり滞留している。その上にある岩盤もゆっくり動いていると。だいたい1年に5センチから10センチ動くと、結構なもんですよね。だから歪みが非常に増えて、そしてドカーンと地震が起こると、まあ、こういうことになるわけです。岩盤がこれほど複雑だということが地震予知には非常に重要なんですね。つまり岩盤が複雑だから、その複雑な構造の中で どこに崩壊とか滑りが起こるかということが非常に難しいということです。これは次の図でわかりますが、ここはあの関西を中心にですね、大阪を中心に、まあ兵庫県とか淡路島っていうのがだいたいこの図の左側、右側に名古屋の濃尾平野まで、下の方は和歌山ですね。和歌山と奈良県の間に大きな地層の変化がありまして、まあ、そこで上の地層がやや赤い地層になってますが、下の方は全然違う地層であるということが分かります。でこの地層の図を見ましてですね、私はどう思ったかと言いますと、こんなことを研究しなきゃいけないのかと。これほど複雑ですとね、これのどこの断層で亀裂が生じるかなんてもう気が遠くなりますね。ものすごく地形が複雑だと。地形っていうのは本当に一様じゃなくて、いろんなものが複雑に噛み合わさっているものだということが分かりますね。ところがゲラー先生に言わせると、こんなのはまだまだ全然複雑じゃありませんよって言うんですね。もっと細かく見れば細かく見るほど複雑になります。大きく書けば単純だと。前の日本列島の図はもっと大きく書きましたから、単純というかこれから見れば単純ですね。この地図を見ると、まあ、地形はもうだから、私これちょっと地震学やりたくないなと思ったのはですね、これを一つ一つ豆に潰していくってのは大変ですよ。例えばこういうものが人工的に材料として作ったとしますね。私材料工学やってるわけですけど、これに圧力をかけてどこが破壊するかっていうのは分かりません。つまり日本列島の一部ですね、これ近畿地方ぐらいの図を、模型を作ってですね、外部から力をかけてどこが割れるかなんていうのはですね、ちょっともう分かりませんね。このぐらい複雑になりますと。人工的な材料ってもっともっと単純なんですよ。もっともっと単純な材料でもどこで割れるかは非常に難しいんですね、力がかかった時に。だからよく地殻にエネルギーが溜まって、それが滑ったり破壊したりして地震が起こると、なんか簡単なように思いますけども、これを見たら私はもう地震予知を放棄しますね。だってこれに力がかかって大阪付近のどこが壊れるかってことは全く予想できませんね。これは複雑すぎて。それから一回地震が起こったらまたそれで変わりますからね、地盤が。そうすると変わったらまたそこにエネルギーが溜まるところと弱いところとか出てきますから、もう一回地震が起こったことに全部計算というか調査し直ししなきゃいけないんですけども、実はそんなことできないんですよ。しょっちゅう地震が起こっているので全然間に合わないということもですね、この図からわかります。つまりここに地盤、地球のマントルの流れと地盤を書きましたけども、ものすごく複雑で、もしもこれに力、例えばエネルギーが蓄積したら破壊しますなんていうけど、そんなのが定期的に起こるはずないですね。つのは均一な材料ならですね、均一なものなら、あるいはある程度一定に壊れるかもしれませんが、これほど複雑な構造物ですね、まあ、日本列島という構造物、これに力がかかった時にどこが割れるか、いつ割れるかなんてことはもう到底わからないですね。まあそのうちどっかが割れるんじゃないですかと。なんで計算できないんですかと。いやこれだけ複雑だってちょっと無理ですと、コンピューター使っても。それから一回例えばマグニチュード4とか5とかいう地震が起こっただけでどっかがずれますからね。そうするとまた構造が全部変わりますから、次に弱いところがどこかという計算を全部し直さなきゃいけないので、まあちょっと現在のコンピューターとか観測システムじゃ全くダメだということが、まあ、この図からわかります。これで第2回終わります。